イニングポスト9 2021。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021ライブ配信始めていきたいと思います。今回は6月1週からスタートですね。タネ付けはもうやってますので、いきなりですからスタートになります。いつも通りツイッチで配信してますので、ぜひツイッチ、気軽にチャットコメントをお願いします。またぜひアカウントフォローもお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please、アーカイブ2日後16日21日の YouTube に、アップロードアーカイブいたします。プレミア公開でいたしますので、ぜひ YouTube でもアーカイブご覧いただければと思います。また、旧 Twitter である X のアカウントもご覧ください。アカウントのフォローになどお願いします。では、やっていきましょうか。6月を1周で、そうか。もう2つやっちゃったんだ。ビフォルダーマイルステークス、アマノキャンキャンですが、これは一番人気ですね。勝ちに行きたい。123、ただね、110代後半の馬が多い。簡単に勝てないような気がします。バイガマ。マイミス・グルーヴ。怖いな、この辺。この中に調子いいのは2番人気のジュリー・ザ・ビューティーですね。変更馬が多い。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークス、ダート 1600m マイル戦です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバイラマ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバイラマ行きました。続いて前へ行くのはビリーブユーキャン、さらにはアマノキャンキャン、 G1 馬マイミスオーレリア、その後ろ先手を取ったのはバイラマ、その外にフェイバリットマシーン、グルーピードール、すぐ後ろその外からフィースシルエット、タウンシェイド、そのうちに続いています。向上面に入っていきました。ジュリザビューティー、その前に進出、少し離れてカウンターテニーさん、続いています。すぐ後ろにブリリアントオリンピア、黄色の帽子カントリーセプテンバー、その後ろデアリングコカード、この馬もこのグループ最後方にカムオンエアウェイ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。フェイバリットマシーンまだ粘っています。2番手はフィースシルエット、ジュリザビューティー、3番手さあアマノキャンキャン逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、先頭はアマノキャンキャン、アマノキャンキャン先頭、アマノキャンキャン先頭だ、アマノキャンキャン2着はジュリザビューティー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノキャンキャン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。今年が最後ですからね、アマノキャンキャンは。この勝利は嬉しい勝利です。カップ内、さあ、新馬戦アマノキャータンデビュー戦、ダントツ1番人気、ダントツではないか、 1.7 倍の1番人気、2番人気テンママインが 2.1 倍で、伊坂さんのみテンママインが20丸で、一騎打ちムードということになりますね。
でも欲しい、まあ、勝つとしてもどのぐらいの差で勝つかっていうのも大事です。ダイジェストいきましょう。阪神2歳新馬戦、芝 1600m、 天のキャータンメイクデビューです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天のキャータン先頭、差を広げにかかります。天馬マイン懸命に追いすがります。天のキャワタン先頭、あと 200m、 後続はまだ後ろ。天のキャワタン先頭です、うん、このまま押し切るか。2番手は天馬マイン、天のキャワタン、うん、今ゴールイン、いい勝ち方をしたとは思います。段違いの強さです。2着は天馬マイン、3着にジリアンラン、これは桁外れの強さだ。天のキャワタン2着と3着の差が思ったほどなかったので、勝というわけじゃないないと思いますので、ここまで強くはないかもな。さあ鳴尾記念です。天の海なる一番人気クラブは凱旋予約馬を登場。天の海なるグリグリ、ポケヘイローが対抗ですね。凱旋予約馬本心では、黒三角を取っておりますが、天の海さん追い込みなんだよな。まあ飛躍はもそうですけど、そう考えるとポケヘイローやナイタクリスタルクリスタルに届かないっていうケースあるかもしれません。ダイジェストです。阪神 G3 鳴尾記念、芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ポケヘイロ先頭、あと 200m、 天の海猿追い上げてきた。天の海猿先頭です。このまま押し切るか。天の海猿かわす。天の海猿、ね、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はポケヘイロ、天の海猿見事一番人気に応えました。うん、ポケヘイロらを破って勝ちましたね。凱旋予約は3着になりましたね。あ、決めてないのか。じゃあ北村騎手でいいかも。さあ、安田記念です。3頭を出走させてます。1番人気はロードカラノアですね。2番人気天の愛護は2番人気他、まあ、天のラキスタ方のツイッターも出ております。クラブアではファリガットがいます。3番人気は、国外かな、外国招待馬のバラエティクラブということで、こちらも要注意ですね。ロードカナノアの方が印高いな。一騎打ちブードではありますが、戦法を考えないとね。まあ3頭とも戦法を変えられますが、アイホンは戦法を変えなくていい。ラキスタは、まあ、いいんだろうな。
先行策してもいいかもしれないね。このぐらいかな。ツイッター追い込みするかちょっと悩みますが、まずこのままで行ってみましょう。レースです。東京競馬場のアハルのマイル戦安田記念、芝 1600m で行われます。3頭出走させてますが、ライバル馬も相当強力、海外からバラエティクラブもやってきました。果たしてそれらの馬を打ち崩して勝てますでしょうか。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のブロリアスデイズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはダローネガ、綺麗なスタートを切りました。16番ダローネガ行きました。続いていくのがバラエティクラブ、先手を取ったのはバラエティクラブ、これに続くのがアマノアイフォン、9番ロードカナロア、2番手を追走、緑の帽子リアルインパクト、その後ろ内からはガルボ、その外からアマノラキスタ、並んで14番タタノツイッター、レッドスパーダ、そのうちに続いています。その外にクラレント、内からはトランスワープ、その隣にアドマイヤロイヤル、グランプリボス、この馬もこのグループ、内からは当選レーブ、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか、うん、さあ先頭はまだ G1 3勝バラエティークラブ、2番手はロードカナロア、絶好の手応えです。有利な展開ですね。ぶつかり合いだ。バラエティークラブ先頭、パスに苦労してるな。ちょっとロードカナロア、バラエティークラブ先頭に立ったのはロードカナロア、内からバラエティークラブ、あと 200m、 先頭は依然としてロードカナロア、パセルか抜けた。アイフォン、よし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 、アマノアイフォン1着、2着はロードカナロア、これが世界の実力だ。アマノアイフォン、アイフォンキーフが取ってるけどね、なんとか勝ちました。アマノアイフォンウィニングランです。あの後ろは届かなかったですね。不良馬場っていうのも影響してるのかな。高田をついたアマノラキスタも4番人気、5番人気か。オッケー、グロリアスデイズか、ミチュアルの鬼になってる。ピッターは 4着、まあ時間仕方ないかな。アイモードの子供だったんですね。アイしか合ってない。ドコモとアップルで違うし、アイモードはドコモで、iPhone はアップルだから、iMac とかじゃないんですよね。ニコニコが1位。でもニコニコは長距離戦出るので多分出ないはず。ちなみに、GenQ4 なんて本当出るの？手は大丈夫。iPhone は出ません。なんで出るんだってことになったんだ。KO は出るんだろうけど。まあ、KO は出ますね。アラフォーが、アラフォー G1 取ってないんだけど、なぁ、無理だ。距離適正がないので、アラフォーも出ません。オルフェーブルは出ます。ミンザルも、ミンザル距離微妙だなぁ。足りないから出ない。ツイッターも距離がギリギリですので、ツイッターも出ない。あたりかなぁ。つまり、ジェンティルオンな、軽音、オルフェーブルの3とか。まあ、他、上位指名されてない馬でも出るかもしれない馬あります。さあ、ゴールドシップはコンディションカップ出走。ゴールドシップまだ5勝ですが、あと3勝必要です。そして、片野維新が、デビュー戦となります。他はまあ、2戦、重賞があります。
いいですね。よかったですね。バイオさんつけてんだ。圧倒的ですね、外線。処理数でも、いいとこ行ってるしな。ビホルダーマイルを買ってくれまして、マーキュリーか。いや、まだ、ちょっと頑張ってもらわないとな、iPhone は。iPhone じゃない、キャンキャンは。次は結構でも盲点でし 2000m が中心なんで、やっぱり普通に行けばやっぱり低温症なんですよね。つぼみちょっと無理だから低温症がオーソドックスなとこだろうな。8月1週以降かな。1700は距離加減か。ホイットニーとか一応ここ登録しときましょう。賞金も稼げますしね。そしてキャータンが勝ちましたが、どうしよう。距離は万能で早熟、早めに内輪に出なきゃいけません。で芝の海なんで、2歳の G1 あるのはここからなんですよ今。まあでもここでどんだけ活躍できるかっていうのが基本的には適性がある言われた。距離がちょっと短い気がするんだろうな。まあ4月3週まで調子が落ちることはまあないと思う。このまま行きましょう。これで休ませた後うまくいけば海外に出ていこうと思いますが、ケンタさん被ってる4月3週。あー、レオンがさっき言ったかな。まあ、実ってとこもあるんで、カザキシ悪くはないけど、カザキシに乗せましょう。それから、ウミザルですね。ウミザルは、買ってくれました。ソメか。下半4着。軽い海外 G1 だったら買ってくれるかな。芝なんか。2月の2週とかだったらこれか。イクメンがいるんだ。ホーンってどんなレース？ G1 じゃないですね。なのでちょっと落ちるんでチャンスはある気がしますが、非常に距離長いのか、やっぱり2000ですよね。そうなるとただ2000となると全然レースがないんですよ。非常に距離がない、クルースがいいのか。非常に距離長いかもしれないけど、あれ？あ、違う、こっちじゃなくて、
難しいな。まあ、休ませつつ考えましょう。次のレースは。天候がまあ F プラスだな。柔軟性、ああ、でも柔軟性上げてもいいかもしれないけど、まあ天候だよな、まずは。で、海猿行って、iPhone が勝ってくれました。それで、G1 11勝。一周以降だろうな。あのマイル戦セックスがありますね。他ロートシルト賞、ダイアナ持つ、持てば、距離が持てばダイアナでも、まあでも普通に考えたら、まあ、ナッソステークスって手もありますが、普通に考えたらここですね、やっぱり。セックス、出ましょう。で、次、ツイッターは4着でした。オールカマーちょっと距離長いな。いや、これも休んで、どう出すか。まあ、勝ちの味を覚えさせないと厳しいな、今のところは。山田賞とかもあるけど、2000m ね。シルバーマックスまあ強いからな。いった、1700でもいけるな。出しましょう。スターデーブ、そしてラキスタは短距離戦か。マイル、まあマイルがベストですね。このままダートもいけます。ラキスタはただ3勝なんで、ダート戦出していった方が絶対いいですね。ラキスタはできるかな。もう勝ってもいいけど、まあちょっと厳しいだろうな。まあここかな。でもグーがいるのか。ここかな。じゃあね、どうよ。重視、来年からスピード重視してもいいかも。AKB なんで G2 出てるの。いや、もったいない。
だったらここだよな。なんかボタンのあのクリック間違えた。ドバイワールドカップ2着。なんか2着多いですね。ダート、一番ダートともどっちもこなせるけどな。どっちかといえばダートの方に実績がある。出してみるか。まあ、リーチかかってるからな。前提女が宝塚、これは出しますんで、ニコニコが1位ですね。ニコニコは長距離戦法。ポルシー最上位、今 G1 5勝ですからね。下のマイガールだ。マーメイドは女子会出て出るけどオリーブバンクルか。10キロ、マジかよ。3歳馬だからな、オリーブバンクル。ネクスト、ゴールドシップはコーネーションカップ出走です。2番人気、1番人気、セントニコラスアービー。サイルよ125だからゴールドシップどこしかない、差がない。これは一騎打ちムードですね、4枠同士で。さらにスノーヘアリーが3番人気、クリプスビショップが4番人気とこの辺を競ってます。カバルリーマンあたりも怖い。さあ戦法変えられます。前へ行ってもいいのかな。でもゴルシってやっぱり切れ味じゃないですか。疲れるのは嫌だなと思いますが、まあ勝負行きましょう。レースです。エプソムダウンズ競馬場 T1 コロネーションカップ、芝 2400m で行われます。さあゴールドシップ先行策がうまくはまるでしょうか。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポジティブポジティブ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくポジティブポジティブ押していってますね。続いて前へ行くのはトレジャービーチ、セイクリッドアミーラット、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはヘザーカール、ニュートリノオース、その位置に続いています。その外にサボーディで好位置をキープしています。ゴールドシップポジティブポジティブ、ね、それに続きます。内からはトレジャービーチ、並んで9番スノーフェアリー、コンカーズベーテルギウス、すぐ後ろ、その隣にフルウェール、その外からそこまでは望んでない。その外にピオレンテ、緑の帽子、3番手ぐらい好位が一番好位の印象だったのイメージだったが、その外にセントニコラスアビー、しんがりからセイクリッドアミーラット、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、4番ニュートリノオース、レースを引っ張ります。2冠馬ゴールドシップ、2番手を追走、その後ろからはサボーディデー、すぐ後ろにトレジャービーチ、その後ろにムーンウェイ、並んで1番コンカーズベーテルギウス、その横にスノーフェアリー、
トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ユートリノース、これからです。先頭、さあゴールドシップ一気に来た。サボディで伸びてきた。ここから勝負をかける。どうだ？ユートリノース先頭、伸びるんか。外から伸びが悪い。いやちょっと待って。先頭、先頭ニコラスアービーの伸びがすごすぎるだろ。引き離しにかかる。あと200m、後続を大きく引き離しました。2番手はゴールドシップ、後続は大きく離れた。ちょっと一歩ツーマンがいた。独走セントニコラスアービーぶっちぎりです。2着はプリンスビショップ、勝ったのはセントニコラスアービー、見事な勝利です。ゴールドシップ4着でした。いやさすがにこれは厳しいな。セントニコラスアービーのキレに気合えた感じ。キレがなんか鈍るからあんまりヨーロッパバワーじゃない、ヨーロッパバワー向きじゃないのかもな、ゴルシー自身が。さあ、片野石井のデビュー戦、ダントツ1番人気 1.8 倍、シシアグリグリ、2番人気はサキーズウォード。片野石は父被災地ペガサス、母フェアリードールとなっております。ダイジェストいきましょう。阪神2歳新馬戦、芝 1400m、 片野石メイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。片野石先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m、 強いわ片野石。2番手はレッドエイリー、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はレッドエイリー、3着にティップウォーマス。これは桁外れの強さだ。片野石すぐ海外出しましょう。1400か。グッドクル、 A じゃなかったっけ、グッドクルって。ガツンが S で、さあ次です。エプソムカップ、片野マイガール出走です。マイガールは3番人気、1番人気ダイヤマンジョーレ、2番人気ダノンカモンとなっております。ここは逃げになってますが、ベアの風はどうなんだろうな。まあ引いてみるのも面白いかも。人気馬が、まあカレンブラックヒルやアイセンストレートがあれか。とはいえダノーカモンやダイヤマンジョーレは差し馬なんで効果あると思います。レースです。あ、レースじゃないわ。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。片野マイガール、好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて、片野マイガール、行きました。猫パンチ、競りかけていきました。猫パンチ、大逃げだな、猫パンチ。大きく離れました。マイネルラクリマ、これに続いてスマートロビン、ガレンブラックヒル、それに続きます。並んで6番、ドナウブルー、すぐ隣にサウンドオブハート、白の帽子、ダイワマッジョーレ、いい位置につけました。白の帽子、名称なると、その後ろ、凱旋ストレイド、それに続いています。その隣にフェデラリスト、すぐ後ろにサダムパテック、これはハイペースです。
前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。先行にして各馬大きい木を通過、先頭は依然としてネコパンチ、リードは6馬身ぐらいあります。ネコパンチ一人旅、大きく離されて2番手はドナウブルー、ネコパンチが大逃げなんだよな。さあこれからです。差を詰めていく先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。最後の追い比べ、先頭はダイワマッジョーレ、残り200メートルを通過して、先頭は依然としてダイワマッジョーレ、伸びきれないね。一気にダノンカモン、ダノンカモンは勘したわ。ダノンカモン、ダノンカモン、1着2着はダイワマッジョーレ、3着にハレンブラックヒル、見事に勝ちました。ダノンカモン4着かな、4着ですね。マイガールは凱旋ストレートは6着、ネコパンチすごいな、大逃げ、高騒動は。さあ、マーメイドステークス天の女子会は1番人気です。さくらさんの動き全部20万、さくらさんはベイビーデューガを本命視しております。他だとマイネイザベルあたりが人気ですね。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 マーメイドステークス、牝馬限定芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サンズファンシー先頭、残り 200m を通過して、天の女子会先頭だ。2番手はマイネイサベル、天の女子会先頭、天の女子会、天の女子会、1着2着はマイネイサベル、3着にオリーブデリナ、1番人気に応えました。天の女子会見事です。マイネイサベルをなんとか横の3馬身差抑えて勝ちました。ゲットタフネス、これジョッキーの能力だよな。さあ一体感、これ女子会本格活動してくれたらいいですね。タフネスってなんだって、どういう時レースでタフネスってなんだ、なんかヨーロッパの深い馬場でも活躍できるとかかな。まあ、この週は、海外 G1 が3つあります。そばにいるね、ブラックキャビア、トレブですね。トレブはまだ4勝か、そばにいるねも8勝してるんで、ね、トレブだけですね勝ってほしいのは。今回は6月を4週ぐらいまでやろうとは思ってます。なおですね、この夜に関しては Fire Pro Wrestling World のリーグ戦をやろうと思ってます。リーグ戦の残り試合数にしてだったら予選終わっちゃうかもな。どうなんだろう。あ、まだゴールドシップ、いやーまだですね。マイガール、マイガールはまあ宮古王子とか勝ってて G3 クラスになったらローカルでは勝てるんだけど中央では勝てないっていうね、辛いところがありますね。自身はこれはいい勝ち方したんじゃないでしょうか。海外出したいな、1500の2300だから、芝だと両対応なんだと思います。
ートルステークス。ダートもダートでもいいよ。国内のレースで言えば函館はちょっと距離が長い、短い。中京かあたりか。あ、普通に考えたら中京だけど、中京行ったらあれなら持たないかな。検討はできんし。こんな感じで登録はしとこう。早めなんだ、早熟じゃないんだな。まあやっぱりここか。ここじゃダメなんだよな多分。それって条件性もあるじゃない、一生クラスとかなかったっけ。あ、ないんだまだ。ここだとローカルだと、3歳の一生クラスだからな。あ、出すレースがない。コマンドをつけたい。レース後？ん？レース後？うわ、厳しいこと言われてるな。タフじゃない言われてる。あとスピードは B プラスなんだな。女子会が豆の勝った。疲れはそれなりにあるんで2周放牧しましょう。それからどう戦っていくかだけど、牝馬限定だからまだまだ厳しいな。確かに、でも頭数が多すぎる。こっちもこっちでもいい。戦力はちょっと短い。ダートはちょっとダメ。こっちかな、でもやっぱり。で、ホイットに。チャンピオンは10勝上げてます。ただちょっと疲れが溜まってる。キャタでは海猿は iPhone も疲れが溜まってるよな。アジアエクスプレスっていうのは外国馬では期待されてるんだ。たくさんあるな。リリーさんとか思ってた。まあ、できれば牝馬は手を離させたいですね。いいんじゃないでしょうか。回線スマホが出てくる。フリューリースノードラゴン。あ、出ないですね。
方の女子会はしっかり勝ちました。ではネクスト、オグデン・フィリップス・ステークス、浜のそばにいるねですが、2番人気、1番人気、ロイヤルデルタ。ロイヤルデルタよりレーティングは上です。ライバルはスナックエピセット、ブルーフビクトリア、ラフ&プライドがも人気になってます。レーティング的にはどうなのか、ブルーフビクトリアいいけど、ラフ&プライドはちょっと厳しいな。先方はこのままでいきます。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 オグデン・フィリップス・ステークスだと 1700m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはネバーテンダーフットアジュディサルーン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアジュディサルーン鼻に立ちます。その後ろからはネバーテンダーフット、この馬も上がっていく構えです。さらにはラブ&プライド、9番ジョイフルビクトリー、その後ろアジュディサルーン先手を取りました。少し間が空いてロイヤルデルタ、スナークエピセット、それに続いていますパーフェクトスプーニー、その前に進出コットンサファイア、それに続きます。後ろからの競馬になりました。天のそばにいる鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。さあ先頭は依然として7番アジュディサルーン、まだ粘っています。2番手はジョイフルビクトリー、間を挟んでロイヤルデルタ、3番手天のそばにいる、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアジュディサルーン、ジョイフルビクトリー続いています。天のそばにいる後位を追走、ロイヤルデルタ続いています。離れてガブ&プライド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 ロイヤルデルタ先頭だ。引き離されている。天のそばにいる目、これは強い。ロイヤルデルタこの馬で決まりか。ロイヤルデルタ1着、ロイヤルデルタ完勝。2着は天のそばにいる目、3着にジョイフルビクトリー、勝ったのはロイヤルデルタ、見事な勝利です。ロイヤルデルタ強かったな。次です。キングススタンドステークス、ブラックキャビア出走です。1番人気、これはしっかり勝ってもらいましょう。まあ17勝ですけどね、自分は137、まあ、他も悪くはないんですよ。ソサイティロックとかマーレットとか悪くないんで、でライバル馬だけど、まあ、ライバルを潰しに行く戦いってことですよね。そうすることで種付け時の能力が上がりやすいと思います。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 キングズスタンドステークス、芝 1000m、 電撃戦の直線競馬となります。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リーサルフォース、好スタート、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはリーサルフォース、続いてサラストジャカオ、さらにはブラックキャビア、コモオーバースケートヘイル、その後ろ先手を取ったのはリーサルフォース、
すぐ後ろにアンバサダーティーチャー、内からはカウンテスサーテン、これに続いてポリシエルマーク、その外にエラビスタ、これに続くのがソサエティロック、上トンバ、それに続きます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 さあ先頭は今度はブラックキャビア、2番手はテラビスタ、後続は大きく離れたブラックキャビア、1着ブラックキャビア完勝、2着はテラビスタ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。テラビスタが新たなライバルになるといいですね。ブラックキャビアが完勝でした。強かった。ソサエティロック、マーレックは3着、4着でした。さあ、フランスオークス、ペアヌ賞、トレイブ出走、一番人気。120のセレーティングが、他110を超える馬はいません。ハリーワンダイスが一番かな、他の馬では。あと、エゾテリックあたりですね。カウンテス・リドンが4番人気をね、これ上げときましょう。先方は差しになってます。まあ多少不利かなっていう程度でですね、このままでいきましょう。レースです。シャンティ競馬場 G1 フランスオークスディアヌ賞、芝 2100m です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アジーズジレッド好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアジーズジレッド花に立ちます。その後ろからはジャッジミーハード、この馬も上がっていく構えです。タレント、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。ディファレントクーリア先手を取りました。その外からアジーズジレッド、その外にジャッジミーハード、エアウェイルート、そのうちに続いています。カウンテスリドン、それに続いています。内からはノーティビレッジ、並んで11番、イタリアンプロフェシー、内からはグリックキャニオン、後ろからの競馬になりました。トレブ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。これに続いてパーリーワンダラス、その外にネイルシークレット、その隣にクラフトクレイヤ、すぐ後ろにチフラダハイフレンド、内からはタレント、最後方にエゾテリック、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はディファレントクーリア、ジャッジミーハード、ほとんど差がありません。間を挟んでエアウェイルート、3番手トレブ、この位置から届くのか。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディファレントクーリア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディファレントクーリア先頭、内からぐんぐんとエアウェイルート、エアウェイルート先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったトレブ、あと 200m、 先頭は依然としてトレブ、2番手はエアウェイルート、この手応えはどうか。トレブ先頭だ。先頭はトレブ、1着でゴール、2着はエアウェイルート、3着にアジーズジレッド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トレブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。トレブがフランスオークスを勝ちました。海外遠征ですね、ゲットです。これは嬉しい勝利。次です、サンドニアステークス、これは飛ばします。高取特別アマナアンドロイド、小クラスですね。
6番人気か、まあ、さらっとダイジェスト見るぐらいかな。伊坂さんが虹花の本誌のは黒三角、チャンスがないわけじゃないけどな。今日カップ4着だから、ただまあコバと戦いになるんで、同世代でやってた時と比べたらやっぱりレベルは上がっちゃうよな。ジョッキーがあんまりよく適性が良くないっていうのも影響してるのかな。ダイジェスト行きましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノアンドロイド先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り200メートルを通過して、一気に後続がやってきた。オートリエプセット、迫る。オートリエプセット、かわす。先頭はオートリエプセット、2着だからいい。1着でゴール、2着はアマノアンドロイド、3着に名勝フリー、勝ったのはオートリエプセット。8番人気か、名勝フリーは3着強敵ではあるな。まあアンドロイド万世なんでこれからでしょ。さあユニコーンステークスクラブ馬2頭、その中では凱旋スマホが1番人気となっております。凱旋スマホ伊坂さんを見て全部20丸、対抗視されているのはケアイレオーネですね。ダイジェスト東京 G3 ユニコーンステークスダート 1600m です。さあいよいよ直線の攻防、ベストウォーリア先頭、外からダノンレジェンド、凱旋スマホ伸びてきた、ここから勝負をかける。ダノンレジェンド先頭、内から凱旋スマホ先頭、残り 200m 後続を引き離す凱旋スマホ、足色は衰えません、うん。2番手はペイアイレオーネ、凱旋スマホ、ゴールイン。2着はペイアイレオーネ、3着にフォルテ、凱旋スマホ、見事1番人気に応えました。ユニコーンステークスを凱旋スマホ制しました。3歳限定だったんだな、これ。さあ米子ステークス天のフラゲ1番人気、今週も本命ですね。カレンミロティックが対抗し、一騎打ちムードとなっております。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別7号ステークス芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、天のフラゲ先頭、外から凱旋ドナガオ、カレンミロティック、いい足、ここから勝負をかける、内からフレールジャック、あでも200m、カレンミロティック追い上げてきた、一気にアロマティコ、フレールジャック、カレンミロティック、アロマティコ、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。アロマティコか、アロフラゲは5着に敗れました。何まだ3歳馬だぞこれ、嘘でしょ。フラゲことに飽きちゃった、マジかよ。
超早熟って感じですね。お、大量出走。みなりさん、八ヶ岳特別は抽選となります。海外、あとですね、海外の理由は5000ですね。カレンちゃんって、カレンちゃんも発症してんのか。ニコニコがこれ、クルースが発症してない。AKB はリーチかけ合ってるから、今度こそ買ってほしい。AKB 何歳だっけ ?4 歳か。まあ、まだまだいけますけどね。ブルーレイは?ブルーレイもあと2勝か。買ってほしいけどな。まあ、ブルーレイの場合は地方重賞も2勝あるんで、実質これ5勝ですからね。さあ、そしてミキアユがデビュー戦ですね。高岡健也はオルフェーブル、ジェンティル女、片野慶應の3頭で、挑みます。また天野つぼみが帝王賞。似てるような一興ムード。キャータンが、うん、これ予定通り。テルマエロがデビュー近い。自身が、何これ。ポープルか。動画20丸。まあ、まだ、報告させません。勢いは今週デビュー。アベンジャーが、デビュー戦で、でもいいな。今何勝だ。まだ1勝してない。前線マン的な感じですね。で、アデポヨがラジオ日経賞。パノリッキーが今何勝だ。もう7勝なんだ。リーチかかってます、まあ、とはいえ全日本2歳優秀があるんで実質 6.5 勝ですけどね。あ、休めない。これはちょっとやばい。で、谷田が、谷田勝負。ショーがベルモントダービー。いや、あ、いいのか。頑張ろうがジャパンダートダービー。一大会から出れることになりました。安ヶ岳特別。で、NJP 女が宝塚。優勝ですね、今、全日本女は。まだ4歳ですね。あ、ちょっと調子落ちてるけど、まあ、心配することではないでしょう。
終わったら報告しますか。AKB がクイーンやん。調子いいね。さあ、AKB はリーチかかってますからね。何としても勝ってほしい。アニキがユナイテッドネーション。不正なので、まだまだこれからです。で、予定が CBC 賞。来週か。少し落としてるからな。女子会がこれは一周放牧です。フネスって何なんだろうな。ドラッカー、ロキオン、どうしよう。で、ゴルシがオールカマーって言ってますが、これは一周放牧しますが、レースを決めてからにします。もう行事だろうな。ハードウィークって何だ。あ、でもこれはちょっと落ちるな。まあ、どんなレース出るかですけどね。まあ、こっちでもいいけど、こっちはまあニコニコ出るだろうから、アッテとか乗ってくれない。チーキシュ、イクメンがエクリプス、ケオも今週ですね。ケオは発祥、手札達成しました。ヘミッツ調子悪いな。なんか大丈夫か。ハルワステープス、ヤマガールがプリティポディ、マイガールがクイーンステープス、フェーブル赤を使ってね。ツイッターがホスターでちょっと調子落ちてるんで、ツイッターって何色だ、まあ一勝しかしてないのか。ちょっとツイッターは多分金札無理ですね。もっとたくさん勝たねばなあ。でもまあもともと前線馬だからな。詰めが甘い。インサイトはマーキュリーステークス、一周ほぼスピードがないんだ。まあ、前線止まりっていうのは結構多いよね。まあ、覚醒なんで、これから頑張ってもらいましょう。iPhone が、サセックス。一周放牧。カレンちゃん、今週出ます。プリンス・オブ・ウェールズはどうか。では初勝利してほしいですね。キーフだ無理なのは分かってるけど、あ、ヘアステークスを勝ってる風ですが、大会 G1 となるとね、やっぱりまだまだ身が重いんじゃないかな。まあ、やるだけやってみましょう。1200のレース出してもいいな。1200
1200の芝。ダートなんで、ダートはダメですけど、ここならいいんじゃないかな。出してみましょう。敵は不利な場は言われちゃってますね。あと2勝なんですけどね。バティスタ、アンダービルド、ダートも、ダートの方がむしろ合ってるぐらい。ニコニコがゴールドカップにまず行って、ゴールドカップまず行って、次が、ゴールドカップですね。中国ジョッキーって誰だ？誰か決まってないんだ。お酒とか持ってくれないから。ニューヨークはプロキオン。ね、やっぱり長いな。3000ドルと微妙にちょっと長いんですけど、2000とか2400あたりだと強いですね。そしてトレブ、これはすでに完成の域に達している。まあ、早く勝ちに行きたいですね。トレブはだけこの勝利は大きかったし、互角か。これは距離長いからな。ジャスターウェイ、天気予報のジャスターウェイ、片野剣王か。大阪杯か、ジャスターウェイは。強力なライバルになりそうですね。他の慶應がこれも G1 取ってる。海外 G1 だろうな。あ、あれか、牝馬限定かな。凱旋スマホが勝ちました。じゃあ行きましょう。ネクスト、ゴールドカップアットサンタアニータ、アマノブルーレイ登場、一番人気。だから100にしかない。ムーチョマッチョマンでと、リバインティが、その上回ってる馬ですね。あと、ワイズダンなんかも見ます。結構難しいけど、すごく。追い込みっていうのを不利に働きそうです。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1。ゴールドカップアットサンタニタ。ダート2000メートルです。こちら、アメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはインガルック。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくインガルック行きました。続いて前へ行くのはイレブンストリート、エリザベスウォール。後方から、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはインガルック、並んで13番イレブンストリート、すぐ後ろにステッピングテイル、ピンクの帽子ディバインティー、その後ろスクエアオークション、そのうちに続いています。これに続くのがシングルルーム、ゲームガリバー、すぐ後ろその外にムーチョマッチョマン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にアーモリアルラバー、フラットアウト、この馬もこのグループ。その外からケアフルイマジニング、内からはワイズダン、後ろからの競馬になりました。アマノブルーレイ、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。最後方にエリザベスウォール、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度10番インガルック、依然として先頭。さあ先頭はまだ10番インガルック、イレブンストリート、ほとんど差がありません。間を挟んでシングルルーム、3番手6番アマノブルーレイ、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはフラットアウト、結構後ろすぎる。残り 200m を通過して、しかも全然伸びない。ムーチョマッチョマン先頭だ。フラットアウト抜けた、ムーチョマッチョマン並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。後方でバグに沈んだな。これは際どい勝負。ゴールの、あ、そうでもないか、4着。クイーンアーステックス、天野 AKB、 1番に天野 AKB は G1 発勝、金札がかかります。136ダントツですね。110を超える馬がいない。ノーマルキングのビートアップあたりか、先行策、まあ、しっかり勝っても勝って金札を決めましょう。レースです。アスコット競馬場 G1 クイーンアンステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アーツ&オリーブ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアーツ&オリーブ行きました。続いて前へ行くのはデビルズプレイ、さらにはクロフトブランド、古豪ラピスアドマイヤリング、その後ろ先手を取ったのはアーツ&オリーブ、好位置をキープしています。天野 AKB、 ダントル、すぐ後ろミッドナイトサンシャイン、それに続きます。これが天野 AKB です。内からはカレラコレア、その外にビートゥンアップ、アニマルキングダム、そのうちに続いています。その外からストライキングアンサー、内からはブリジットハーザー、その外にピックドリーマー、内からはディーナーデオドラ、その後ろからはヒドゥンテンプル、まだ半分以上あります。シンガリからリンテンタッチ、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から9番アーツ&オーリー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続いてクロフトバランド、その外にタクスアドマイヤリング、好位置をキープしています。やばいなこれ。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はアニマルキングダム、アニマルキングダムの方が伸び足がいい。アニマルキングダム、このまま振り切れるか。2番手は天野 AKB、アニマルキングダム、先頭だ。完敗だ。先頭はアニマルキングダム、1着でゴールイン。2着は天野 AKB、 3着にビートンアップ、勝ったのはアニマルキングダム、見事な勝利です。またも金札お預けとなってしまいました。そしてプリンスオブウェールズステークス、アマノブルース1番に、ブルースは107は、アラワースモークが2番人気、ビューティーパラーが4番人気ですが、レースいきましょう。アスコット競馬場 G1 プリンスオブウェールズステークス、芝 2000m です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシーニックストロング、オークセール。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオークセール鼻に立ちます。その後ろからはシーニックストロング、この馬も上がっていく構えです。さらにはオールトゥーハード、13番オーファルカリム、その後ろ先手を取ったのはオークセール、少し間が空いてパーキングイーグルス、ソルガルフ、それに続いています。並んで6番ラベンダーレイルウェイズ、すぐ後ろにプロトライアムファント、青の帽子アイウェルファン、その後ろその外にアラバマサモーク、さらにはトラベルアンサーズ、アマノトゥルース、後ろからスプニーリストレーション、すぐ後ろ内からはビューティーパーラー、その後ろからはブライドルアンガール、最後方にルースレスガンドリア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ10番オークセール、2番手はシーニックストロング、オールトゥーハード、3番手混合アマノトゥルース、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。オークセール先頭、前に迫るシーニックストロング、ここで先頭はシーニックストロング、外から勢いよくアラバマスモーク、あと 200m、 先頭は変わってアラバマスモーク、しかし残りわずか。アラバマスモーク先頭、アラバマスモーク先頭だ、アラバマスモーク、負けましたね。1着、2着はシーニックストロング、3着にオールトゥーハード、勝ったのはアラバマスモーク、見事な勝利です。わー、7着惨敗です。そしてゴールドカップ、アマノニコニコです。1番人気です。問題は距離ですね。 4000m はこの前にとっては長い。1でいいと思います。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 ゴールドカップは芝 4000m 超長丁場。果たしてアマノニコニコがこの距離を折り合いをついたまま粘り切れるのでしょうか。自分との戦いです。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアプライドアファー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアプライドアファー鼻に立ちます。その後ろからはレイクイノフェンス、この馬も上がっていく構えです。さらにはマラグーティマー、16番ヴィンテージコメディ、その後ろ先手を取ったのはアプライドアファー、その後ろからはスールピストル、その隣にキッチンオフショア、サティスフィードルーズ、それに続きます。緑の帽子レッドカド、その後ろシリックスクワート、折り合いをつけようとしてるね。それに続いています。アマノニコニコ、後ろからその外にウォールトロイ、内からはプレザントファーロー、並んで3番マーシャルウィン、その横にジョシュアツリー、セルフジフタルト、すぐ後ろ最後方にスナークコラム。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前の方からもう一度見ていきましょう。14番マラグーティマー、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてヴィンテージコメディ、これに続くのがレッドカドー、大きく離れました。ペース速くない？このレース4番テイクイノセンス、アプライドアファー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにシリックスクワート、スールピストル、そのうちに続いています。並んで12番いいで、ね、サティスフィードルーズ、すぐ後ろにプレザントファーロー、並んで13番ウォールトロイ、後ろからの競馬になりました。アマノニコニコ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにマーシャルウィン、並んで5番ジョシュアツリー、内からはセルフジフタルト、しんがりからスナークコラム、もう一度先頭から深刻の馬体マラグーティマー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ヴィンテージコメディ、それに続いています。レッドカドー、それに続いています。そして大きく離れてキッチンオフショア、この位置です。すぐ後ろにレイクイノセンス、その外からアプライドアファー、並んで混合シリックスクワート、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。内からはスールピストル、アマノニコニコ、この位置です。並んで12番サティスフィードルーズ、すぐ後ろにプレザントファーロー、並んで13番ウォールトロイ、内からはマーシャルウィン、並んで5番ジョシュアツリー、
内からはセルフジフタルト、しんがりからスナークコラム、前の方からもう一度14番、スタミナ残っているのか、前として先頭、リードは1馬身から2馬身、さあ先頭はまだ14番マラグーティマー、2番手はヴィンテージコメディレッドカドー、3番手天野ニコの3頭まだ動きません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マラブルティマー、お、伸び足はいいぞ。3馬身のリード、レッドカドー、足色は十分、前に迫れるか。マラブルティマー先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はツールピストル、2番手はレッドカドー、後続は大きく離れた、ツールピストル、強い強いツールピストル、圧勝ゴールイン。2着はレッドカドー、3着にマラブルティマー、勝ったのはツールピストル、見事な勝利です。やっぱり距離長かったな、ニコニコ、ツールピストルに対して負けてしまった。ダイヤモンドジュビリーステークス、カレンちゃん出走です。3番人気か、1番人気じゃない、1番人気ゴードンロードバイド、2番人気リトルブリッジか、ちなみに121、124、カレンちゃんが128、その3頭のムードだけど、エアロビロンベロシティとかもういるからな、ちょっと厳しいなこれ。先方変えたい、足で行ってみるか。ダイジェスト、アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス、芝 1200m 直線競馬です。それでは先頭から先手を取ったのはディーサルフォース、その外にエアロベロシティ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ディーサルフォース先頭、残り 200m、 先頭は依然としてディーサルフォース、カレンちゃんまだ後ろ、ちょっと厳しい。テラビスタ、テラビスタ先頭だ、テラビスタ、テラビスタ、1着、2着はバーレク、3着にソサエティロック、勝ったのはテラビスタ、見事な勝利です。海外の違う、全部惨敗か。さあ次は帝王賞となります。天のつぼみ1番人気、クラブは凱旋有名家内2番人気となっております。ですね、テスタマスター、ランフォルテあたりが出ますね。ランフォルテか、行きましょう。前の行く馬が多いんで、馬のつぼみがペースを乱されなければいいんですが、ですです。大井競馬場 JPN1 帝王賞、ナイター競馬、ダート 2000m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。天のつぼみ前に行きそうです。凱旋夢叶え、それに続いています。さらには S1 プリンス、9番シビルウォー、その後ろ先頭は天のつぼみ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。マグニフィカ、それに続いています。ユーロビート、そのうちに続いています。その隣にベスタマッタ、その横にキングスエンブレム。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。アートサハラすぐ後ろ、その外からダンフォルセ、内からはサイレントメロディー、しんがりからプレティオラス。各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。依然として2番天のつぼみ、この馬がペースを作っています。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて S1 プリンス、キングスエンブレム、それに続きます。緑の帽子凱旋夢叶え、その後ろ、その外にマグニフィカ、内からはユーロビート、その後ろにアートサハラ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として天のつぼみ、2番手は S1 プリンス、キングスエンブレム、3番手。さあ天のつぼみ逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は天のつぼみ、4コーナーをカーブして、4コーナー回ってきましたが、差が詰まっている。リードは3馬身以上、その差が広がります。だが詰まってない。後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はベスタマッタ、天のつぼみ、この馬で決まりか。天のつぼみ今ゴールイン、段違いの強さです。しっかり押し切りましたね。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のつぼみ。凱旋夢叶え3着でした。お、参加活動キザレベルアップ、またタフネス。お、交流住所をゲット。さあ、ニッキーアイルが新馬戦デビューとなります。ニッキーアイル1番人気、マイネセットが2番人気と、ピーチムードですね、本種本命はマイネセットに取られてしまいました。このマイネセットは母が天の桃天然なんで、生産馬じゃないかな。試験もののふなんかもいますね。ではダイジェストいきましょう。阪神2歳新馬戦芝 1200m、 ニッキーアイルメイクデビューです。さあ直線に入りました、ね、これからの勝負。ミッキーアイル先頭、差が広がる広がる。残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はマイネセット、ぶっちぎった。後続は大きく離れた。ミッキーアイル圧勝です。ミッキーアイルぶっちぎりです。2着はマイネセット、3着に西県モノノフ。これは桁外れの強さだ。ミッキーアイル、はい、さいいんじゃないでしょうか。いいもの B とか C とかか。八ヶ岳特別は天のピッチデジカ登場。ピッチデジカ1番人気、2番人気クラブは凱旋パースポとなっております。パースポ2024-2025出ますね。パースポも
2022-2023ですが、年間内編やってますので、よろしければ見ていただければと思います。さあ、行きましょう。ダイジェスト。東京2勝プラス。八ヶ岳特別。芝1800m です。4コーナーをカーブして、さあ早くも先頭落ちるのか。天の地目近、先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。内で食い下がる凱旋パワースポ、外からアグネスバブ、残り 200m 天の地目近、後続を大きく引き離しました。そうですね、後ろはどうだ。2番手は凱旋パワースポ、先頭は天の地目近、1着でゴールイン、2着は凱旋パワースポ、3着に光栄ブリス。これは桁外れの強さだ、天の地目近。うん、出ました。安定感、パラダイスステークスです。がこれ飛ばします。さあ、宝塚記念です。ゲンティル女はじめ3頭出走となってますね。1番人気はそのゲンティル女、2番人気片野剣王、3番人気はジャスタウェイ、4番人気オルフェーブルとなっております。他当選状態ホエールキャプチャー、ルザグローリーなども出走しています。クラブバですね。みんなになってますが、天音勝ってくれると嬉しいですが、天音20番ですね。天音も G1 2連勝してますからね。天音はまだ金札達成してないんで、天音勝ってくれると個人的には嬉しいかな。でも元気めの女もまだなんだよな。ジャスターは大阪杯取ってるので、同じ阪神ですからね、脅威になってきそうです。オルフェーブル当選冗談らも要注意ということで、大激戦の宝塚記念になることは間違いないですね。先方をどう変えてくるか、慶応とかオルフェーブルですよね。オルフェーブルはこのままでいきます。慶応も先行策します。ではレースです。阪神競馬場で行われます春のグランプリ G1 宝塚記念、芝 2200m で行われます。今年は好メンバーが勢ぞろい、誰が勝つかわからない大激戦となりそうです。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。おっと、トランスワープ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に統計ヘイロー、
入ってゲートイン完了です。スタートしました。ジャスタウェイ好スタート。おっとフランスワープ出遅れてしまいました。ちょっと嫌だな。ダッシュジャスタウェイ行きました。続いて前へ行くのは当選ジョーダン、さらには統計ヘイロー最強女王型の敬意を、その後ろジャスタウェイ先手を取りました。その後ろからはレーシンフラッシュ、内からはトゥーザグローリー、ベルシャザール、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。アルキメデス上がっていきました。一番人気のジェンティルドンナ現在先団です。すぐ後ろにダークシャドウ並んで6番オールザットジャズ、ホエールキャプチャーすぐ後ろ、その外にナムラクレセント、その外からトランスワープ、オレンジの帽子ダノンバラード、その後ろオルフェーブル、そのうちに続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。統計ヘイロー、2番手はジャスタウェイ、レーシンフラッシュ、3番手ジェンティルドンナ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は統計ヘイロー、間が空いてジャスタウェイ、離れてレーシンフラッシュ、その隣からは肩の毛に4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャスタウェイ先頭、しかし外から勢いよくジェンティルドンナ、ジェンティルドンナあと 200m、 ここで先頭変わってジェンティルドンナ、後方から一気にボルフェーブル、2番手は肩のケイオン、ジェンティルドンナ強い強い、ジェンティルドンナ圧勝ゴールイン、2着はボルフェーブル、これが世界の実力だ。ジェンティルドンナ終わってみればジェンティルドンナ圧勝でした。ウィニングランです。富士オルフェーブルは惜しい2着、他の慶應が3着、富士体は3とトゥーザビクトリーファストフレンド、アマナイモードか、テラウマ売れれば売りましょう。特にファストフレンドあたりは、お、世界最強馬決定戦は天皇賞秋ですね。全然ようなも距離は全然大丈夫。天のニコニコはどうかな。距離短い。大丈夫だけどな。もっと中距離馬に出てもらいましょう。あ、シュリス・デゼーグル強いですね。まあ、勝ったのはキャメロットだけど。アンテロは3歳馬ながら、イギリスダービー取ってます。どこまで成長してくるか。で、ビッグブルー・キトゥも強いですね。安定してる。4勝か。2連勝してますからね。でシリス・デゼーグル。パーですね、あと。パーも G1 4勝となっております。ドバイターフォー制してます。相当の好メンバーです。さあ、7月1週はアメリカで3レース。アイルランドで1レース。G1、海外 G1 出ます。そして、カタのアベンジャーがデビュー戦となります。こういうキャプチャーが変更？毎朝刊か。慶應が毎朝刊出るか知らないですけど。出ないと思う。ピンフラが決まったら出るかもしれないけど、逆に潰す、あの返り討ちするチャンスですからね。
ャビア。二種層だったんだ。父親ってブラックキャビアの。山ガールは低いって言われちゃってます。ビロテが出てきます。天気ローンなですね。もし素足だった。ゴルフェーブルを追い込んできましたが、ジェティオーナー圧巻でした。ニッキーアイル重賞級。ニッキーアイル血統は4、レース評価は5。ニッキーアイルの走りもローテにも注目です。トゥーザビットに売りましょう。フォーハームクラブ分散食品はハイモードってなんですか。14歳だからまだ売っちゃうには早い。ストックモード一度購入なんて。クラブの募集馬のことを考えると、これ以上繁殖牝馬を降りできないって意味がわからん。同じことを言ってるよな。高齢馬ほど所有した方がいいのかもしれないね、逆に。キャンキャンは？だいぶ上がったよな。ここを上げてもいいかも。あ、まだだ。スポミは勝ちましたね。2000から2700m。スイートクラシック一応登録だけはしておきましょう。柔軟性がまだ足りないのかな。ブラックキャビアはまあそうだけどな。
かさせておいてっていう感じなんだな。でカレンちゃんに、あ、カレンちゃん放牧してんのかよ。あ、カレンちゃんじゃない方がいいのか。ミスターがバンダビー。ダートもいけるからな、むしろダートの方がいいぐらいだから、バレリーナステークスへ。で、アナホーがデュラインカップ、2勝なんで、なんとか取りたいですよね。そうなんですよ、どうなんですか。出しても良かったかも、 iPhone。 あ、でもないか、食べた方向で。そばにいるねが欲しかったよな。あ、まあでももう焼き札確定してんのか、そばに。面白そうなんで、ここに出しましょう。はい、トゥルースは、なるほど。ちょっとないからな、まあ、これでいいでしょう。で、クーはクレメントハーシュ。このテーブルが、手ですが、2400はちょうどいいんだけどな。キングジョージ、どうしよう。変は発祥か、発祥で、これ金札確定してるんだ。変音はじゃあもう無理しなくていいよね。コロキネでも出すか。
き点でも普通に選んだらいいと思います。点でも世界最強馬決定戦なの。ちょっと意味、例年の普通の提案と意味合いが異なってくるから、あえて出そう。何に上がらないな。どんな。マイガールはクイーンステップ。ボルシがクイーンジョージ、キングジョージ。ボルシの能力は見ないかな。まあ焦る必要はないですよね。正体に勝てばいいんだって。いや、そうじゃないな。で、日本2歳優秀もあるから 0.5 勝足りない。見たらダービー2着馬だけど、この後パリ大賞典に挑みます。で、こっちのベルモント、カバロはダートの関西ダート頂点、ジャパンダートダービーに挑みます。こっちで実家が以上クラス勝ちましたね。札幌日経オープンか。いや、3勝クラスの方がいいか。初めて行くだけ。いや、もう取ってないのか。マルモリがベル、マルモリはベルモントで、ヤギコヨがラジオ日経賞、石井はホープフルにいきなり挑む。キングリッジに挑みます。エルマイロもデビュー選手ということで、これにて終了ですね。
YouTuber が結構少ないのかな。今に買った方がいいなっていう知れば。ごめんなさい。カーリってあるんだ。おプロポーズ可能はクイーンとハート。エリザさん誰だ。ペアハートも騎士なんですね。戦国があと2年か。ひとまずここまでしましょう。はい、見ていただいてありがとうございました。ウィニングボスト9 2021ライブ配信お届けいたしました。今回の配信ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。 この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。ぜひ YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。リスライブアーカイブアップロード My YouTube チャンネル 2days after プレミアライブ My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、ポストのリポスト、いいねお願いします。Twitter X My アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。深夜はファイアープロレスリングワールドの BGV を、明日は準備ができましたら明日も競輪予想をまず昼間ぐらいにやるんじゃないかなと思います。で、準備ができましたら
久しぶりにユーロトラックシミュレーター2プロモズ編をやりたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。